はい、ということで皆さん、毎度どうもこんにちは、瀬明です。本日はですね、こちら、神戸一の繁華街三宮に来ております。はい、でこれからですね、在来線、これからちょっと岡山県の方に帰っていく予定なんですけど、今回は在来線特急だけを乗り継いで岡山まで帰りたいと思います。本当はね、倉敷まで在来線特急だけ帰ることができるんですけど、お金の問題があるので岡山までさせていただきます。ということで本日もよろしくお願いします。さあ行くぞ。はい、ということで、JR の三宮駅にやってきたんですけど、これ JR だけね、三宮の肝心の野がちゃんとね、あるんです。それ以外の駅はありませんね。それ以外の鉄道会社の駅はないんですけども、JR だけは肝心の野がつくんで、ちょっとなんか普通逆ならなんかわかるけど、これなかなか珍しいと思うんですよね。逆のパターンならよく見ると見かけるような気もするんですけど、 JR だけはちゃんと野があるんですよ。はい、今回は、三宮から倉敷までの乗車券と、三宮から上郡までの自由席特急券、上郡から岡山までの自由席特急券と、合計、3枚の、紙ですね、はい、1枚の乗車券と2枚の特急券を利用して倉敷まで行きたいと思います。最新乗っていく列車はこちら、特急スーパーファクト9号鳥取行きです。これに乗ってまずは上郡を目指します。やってきました、ホットな線型特急スーパーハクト号。現在スーパーハクトはね、鳥取県出身の漫画家の青山剛昌さんの作品名探偵コナンとね、コラボしてコナンラッピングがなされています。今回は自由席に乗車。もうダイヤ改正以降はね、全車指定席化されましたんで、もう乗ることのできない貴重な体験かもしれません。まあ、見ることもできない貴重な体験ですね。車内はこんな感じ、茶色みを帯びた温めのある、雰囲気ですね。三宮駅を発車していきます。スーパーハクターは自由席でありながらね、こうやって全面テーブルが楽しめるんですが、まあ、一番前の列は席はやっぱりね、三宮からでしたら取られてましたね。京都始発ですからね、この列車。まあ、その代わりね、それでもね、一個後ろが空いてたんで、これは良かったです。ブラインドはカーテン方式です。机も結構大きめ。座席はサンダーバードとかとよく似ていますね。列車は元町駅を通過していきます。そして神戸駅に入っていくんですが、神戸の手前で大きなカーブがある関係で列車は大きく減速。この神戸で東京から続いた東海道本線は終わり、列車は山陽本線に入っていきます。またこの区間は、福福線ということでね、外側からね、内側線の、普通列車やコース、コース内側線の列車たちを追い抜い、普通列車とか追い抜いて、行くなぁ。あー、よかった。しっかり神戸で追い抜き、抜き返しました。これぞ特急列車たるゆえん、特別急行のね、特別たるゆえんですよ。ふざけるなと。普通列車ごときに負けてはたまりません。そして、神戸を出て少しすると、うちが観光船の下り線が、だんだん高架になっていきます。こっから先は、
方向別、さっきまで方向別複数線といってね、それぞれ2本ずつね、同じ方面に線路が向いてたんですが、ここから先は、ここから西明石までの区間は、種別々複数線といいまして、下り線の場合はね、下り目線で見ると一番右が、上りの高速線、今走ってるのが下りの、高速線、そして左手隣に見えてるのが、上りの観光線、そして一目が下りの観光線ですね。リクライニングは結構倒れます。こんな感じ。またインアームテーブルも搭載、もうほとんどね、サンダーバードと同じです。あとね、これ機動車なのにね、全席一応コンセントあるんですよ。枕カバーはなんとコナンの柄がついてましたね。いいですね。スピードはそれなりに。この列車最高速度130キロなんですが、ちょっと余裕を持った運転をしているような印象を受けましたね。明石海峡の手前で瀬戸内海を望み、いやー、絶景絶景。山陽本線の中でも、ひときわ景色の美しいところの一つだと私は個人的に思っています。ねえ、大阪とかね、神戸からちょっとこれですよ。これはね、絶景をなんでこれをね、絶景スポットの一つとして宣伝しないのか、関西の、ね、絶景スポットとして宣伝してもいいと思うんですけどね、この辺がなぜなのかね、不思議でなりません。列車は約120キロ、そろそろ明石海峡の下をくぐっていきます。今目の前に見えるのが明石海峡ね、まあ、さっきのね、海の映像でもね、明石海峡がちょっと映ってましたね。さあ列車は明石海峡と立体交差。このなくして明石駅に到着します。日本の標準時である、明石天文科学館が見えてきたら、ほんなくして明石駅です。現在標準時中央線の上を渡りました。列車は明石駅に到着。ここでコナンコラボのスーパーハクトを散策してみたいと思います。ドアのところにはコナンのキャラクターが結構いますね。デッキとの仕切りのドアね。また、壁とかもレンガ模様とかになっていて結構面白いです。鍵穴模様とかね、もうコナン。またね、洗面台のね、この洗面台とかはね、鳥取県の湿気担当を使っているらしいですよ。受け皿のところって言ってるのかな。自販機もちゃんとあります。レンガ造りの、これコナンって言ったらなんかレンガ造りってイメージありますよね。レンガの道、それを渡りながらね、座席を目指す。いいね。さあ、いよいよ列車は西明石を通過します。西明石を通過すると、日本、草津から続いた日本最長の複々線区間の終了です。西明石は新幹線の停車駅ですがね、スーパーハクトほとんどの特急列車が通過していきます。さあ、複々線区間が終わりますよ。国家席は複々線区間に変わります。複線区間に入りました。スーパーハクトはね、時代的には JR 初期の時代の車両なんでね、その時代の車両ってね、こうやってね、普通車にもね、フットレストがついてること多いんですよね。まあ簡易的なもんですけど。
通過しているのは大久保駅、新快速停車しない駅の中では最も乗降客数が多い駅ですね。それにしてもすごい疾走感のある橋です。時速は120キロ。いやー素晴らしい機動車ですよ。これ化け物です。まあ日本一速い機動車特急ですからね。通過してるのは土山駅でしょうか。そして高架線に入り列車は香川駅を通過します。まあ、冬の時期とかね、一部のスーパーハクト号はね停車しますけどね。違う、冬の時期に停車するのは浜風号です。すいません。カニのね美味しいシーズンになるとね、なぜか浜風号はねこの加古川駅に停車するようになるんですよね。まあ、スーパーハクト最終便も確か加古川は停車あった記憶がありますけどね。そして加古川駅を過ぎると通過するとすぐ加古川を渡ります。あ、そういう名前の川なんですよね。加古川のほとりにある町だから加古川っていうのかな、うん、理由だけなんでね。はい、時速は120キロ。いやーずっとこのスピードの状態ですよ。スピードメーター止まってんじゃないかと、うん、むしろなくてもよかったかもしれませんね。おお、今ほとんどトップスピードきましたね。130キロがトップなんですけど、いや今ほとんどトップスピードじゃないですか。127を128を更新しましたね、一瞬だけ。これでも安定の走行です。前からやってきたのは特急浜風号ですね。またスーパーハクト号は Wi-Fi も使えます。ハクト専用の Wi-Fi です。フリー Wi-Fi ね。そしてね、僕の1個前に座っているお客さんがね、姫路でおいられるみたいでね、席を立たれたんで、ね、いなくなっちゃったんで、姫路から先はね、僕が陣取りました。自由席なんでね、席の移動は一応 OK ですから、まあ、あんまりしない方がいいですけどね。列車は姫路駅に到着です。列車は姫路を発車。これより先は、これより先も山陽本線を疾走、兵庫県の一番西の、山陽本線の中で一番西の駅、上郡駅を目指していきます。忘れがたきふるさと。ご乗車いただきましてありがとうございます。この列車は智頭線系鳥取行き、特急スーパーハクト9号。ああ、コナン君が見てますね。白ウサギって前にいますけどね。スーパーハクトのチャイムはふるさとチャイム、すごいいいですよね。他にも大黒様などがありますね、スーパーハクトだと。お、列車は網走駅を通過して、これより網走総合車両所の横を通過していきます。さまざまな新快速や、その他には何があったかな、万端線に使われる103系などがここでは保管されてますね。ここで整備を行ってるんですよね。221系、223系、225系、さまざまな車両が新快速とか走ってたり、この辺の通勤需要を引っ張っている列車たちがたくさん、ここにはいますね。結構ここ広くてね、新快速の終点駅としてもよく使われる網走駅です。そして列車は相生を通過します。
あいよいよ通過、おい、新幹線機通過するんで大丈夫かって思うかもしれませんけど、実はスーパーハクトはね、実はのぞみ号と姫路で接続するんで、東京からだと、東京とね、鳥取にアクセスがすごいいいんですよ。姫路でね、アクセスしてます。まあこれはね、スーパーハクト1号だけはちょっと例外なんですけどね。あの、姫路アクセスって言ってますけど。列車はあいよいよ通過。いや、もう新幹線機を次は次と通過してますね。西明石とあいよい両新幹線駅2つ通過です。これは実質新幹線より早いということですね。そしてあいよいよ通過すると、バンタン線が分岐していきます。バンタン線じゃない、アコー線が分岐していきますね。そして山陽本線をさらに、西へ疾走。スピードは114キロ、115キロ、そんな、まあそこの辺はあんまりスピード出さないみたいですね。あ、120キロ近くも行きましたね、一瞬だけ。列車は上郡駅に到着です。上郡より先は、この列車は地図急行線に入っていくんですが、私はこの上郡で降ります。スーパーハクトを見送っていきましょう。お前ここで降りて何をすんねんって話かもしれませんけど、実はここから先はですね、岡山方面に行く特急が実はあるんですね。岡山から上郡までやってきて、そこから地図急行に直通し、鳥取を、そこから先はスーパーハクトと同じで鳥取を目指していく特急スーパー稲葉号という特急が存在しまして、そちらの方にこの後乗り換えていきます。スーパーハクト号は地図急行の方に入っていきました。このように地図急行もなかなか面白い路線なので、今度ね、紹介できる機会があったら紹介したいなと思っております。はい、ということで上郡駅到着です。はい、この駅はね、山陽本線、兵庫県一番ね、東じゃない、西の駅ですね。この次の隣の三井市からは、岡山県の駅になります。はい。続いて乗りますのは、今、スーパーハクトが入っていた地図急行線からやってくる特急、スーパー稲葉です。この列車がね、ここでスイッチバックして折り返します。来週、岡山方面に向かいますので、スーパー稲葉を待っていきたいと思います。ただね、待ち時間は約50分なんですね。え、嘘。暇だーって言ったから、あの先輩と LINE でいろいろなんか話とかトークやってたら、あの珍しく検索者キアが来ました。キア1位にちゃった。うっそー、そんなことある？こんなことあるって。え、待って、マジで俺今年めっちゃ幸運の持ち主かもしれない。いや、本当にすげえ。え、やば。待って、嬉しすぎるんだけど、なんだろう。お待たせいたしました。2番乗り場に17時33分発、特急スーパー稲葉、8人、岡山行きが2秒参ります。やってきました。キハ 1-7系 特急スーパー稲葉号です。まあさっきのスーパーハクトもそうなんですけど、もう今では日本では珍しい数少ないスーパーの名を名乗ったスーパー特急ですね。鳥取と岡山を結んでいます。ここでね、この上郡でね、スイッチバック方向転換をして岡山方面に走っていきます。岡山方面に山陽本線を走っていきます。
この紙合意でね、やっぱりさっきも言いましたけど、方向転換する関係で、こうやってね、椅子をくるっと回転させなきゃいけないんですよね。でね、椅子、席、座ってない席とかはね、そのままになってたりとか、人によっては、そうです、何もしない場合があるからね、席が修学旅行状態になります。リクライニングは結構倒れて、そこそこ倒れるんですけど、ちょっと後ろに人がいた関係で、あんまり倒さなかったです。スーパー、サンダーバードと座席はよく似てましたね。はい。もう本当にサンダーバードとどこが違うのかってぐらいサンダーバードとよく似ていました。上郡駅を発車していきます。これより地図急行の今ね、線路から来たところにいるんで、これより山陽本線の方に列車は入っていきます。あ、そうそう、ブラインドはね、カーテン方式なんですよ。これもいいですよね。こうやって上に上がっていってるのが地図急行です。列車は山陽本線に入りました。地図急行が、ね、北の方に、舵を取って、消えていったっていうかね、いなくなりましたね。さあ、これから先は峠越え、兵庫県と岡山県の間にある、船坂峠を越えていきます。あぶねえ、もうちょっと牛の矢峠って言いそうになった。この間ね、北陸線の動画作ったばっかりでね、ちょっとその癖が残ってましたね。ごめんなさい。もうスピードはもうほぼ120キロじゃないですか。このスーパーイナバゴに使われるキハ 1%7 系はですね、最高速度120キロです。列車は現在船坂峠越えです。ごめんなさい。船坂峠は福井県と滋賀県の間の峠です。ごめんなさい。列車は三石駅をさっき通過しましたね。この状態でなお失踪。通過しているのは脇駅でしょうか。静谷学校とかで有名ですね。はい。で、東岡山手前で一気に減速が強いられたんですよ。これなぜかというと、バンタン線に入る列車が、ね、遅れていた関係でね、ちょっとね、それをね、通すために、あ、補足ありますね。まあ、この通りね、バンタン線、バンタン線、赤穂線に入っていく列車がちょっと遅れてた関係でね、東岡山までちょっと減速を強いられました。ただその列車が今高線に入ってどいたんで、こっから先列車はね、回復運転ということで、ものすごいスピードでぶっ飛ばすと思いますよ。こっからはちょっとスピード級列車らしい高速運転の見どころ区間かもしれません。ほぼ止まりそうなスピードだったんですけど、スピードをどんどん上げていきます。そしてそのまま東岡山を通過していくはずです。てか東岡山だからね、次が今目の前に止まってる走ってるんだけど、この踏切を渡った東岡山です。列車は赤穂線と、合流しまして、東岡山を通過しながら、聞きましたか、オルゴールのアルプスの巻き場じゃないですか。国鉄時代はよく聞けたあのメロディー。さあ、それは置いときまして、それは置いときましてと言いたいところなんですけど、ちょっとね、それも置いときたい、いろいろ語りたいところではあるんですけど、今こうやってね、岡山に遅れが出てる関係で、岡山に向かってこんな高速失踪している状態、うわー、ちょっと惜しいなと、両方天候盛り状態です。カツ丼の上に、なんだ、エビフライが乗っているぐらいのすごい豪華盛り合わせでございます。例えば変だったの、ごめんなさい。新幹線からよく見える大学がね、中映ってますね。列車は岡山に到着します。岡山駅到着です。
スーパーイナバゴを後にしていきたいと思います。そうそうね、1号車と2号車の間にスーパーイナバゴはこういうなんか謎のスペースがあるんですよね。これ何なんでしょうね。本当にスーパーイナバゴはフリコ列車なんですよね。だからちょっと、ね、重心が低く作られています。ということで、無事倉敷まで帰ってきました。ということで、今回は三宮から、在来線特急を乗り継いで岡山までという旅でした。まあ、そこから先倉敷まではね、普通列車、まあ、ヤフモがあったんですけどね。しかも国鉄色ヤフモと通じ合いましたから、やったあんまヤフモ待っていれば国鉄色として乗れたんですけど、今回は、このね、まあ、今回は最後最後ぐらいは普通列車で締めくくらせていただきました。あ、最後に悔しかったのが、ヤクモの後に湘南市も通じだったんですが、あれ取っときゃよかったってちょっと後悔しましたね。ということで今回の動画ここまでご視聴ありがとうございました。まあね、キア141も見られましたし、国鉄色ヤクモも見られましたし、湘南市も見られましたということで、すごいいい旅だったんじゃないかと思います。ということで本日の動画ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた、アディオス。